北口城本郷駅は、千葉県松戸市城本郷にある、新京成電鉄新京成線の駅である。駅番号は、SL02。島式ホーム一面2線を有する京城駅。かつては、校内踏切があったが京城駅車下で廃止された。22時から翌朝7時までは、友人窓口の営業は行わず、無人駅扱いとなるが、 無人時間帯でもインターホンで管理駅との通話ができる。1989年に上、本郷駅ビルが改良し、駅構内には店舗、コンコースには ATM、学習塾、ブティックがある。2020年度の1日の平均乗降人員は5688人であり、神経成線内では第21位である。近年の1日平均乗車人員推移は、 下表の通り、駅から約5分ほど歩くと、1770年に、獅子舞奉納の記録が残っている、松戸市最古の風早神社があり、上本郷の七不思議の民話も伝わる。駅には、駅ビルがあり、駅前には、商店街が広がる。駅西側には、国道6号、南側には、千葉県道281号松戸鎌ヶ谷線が走る。 駅ビル主な周辺施設、風早神社松戸市消防局中央、消防署となり駅の松戸神殿駅までは、直線距離にして700メートルしか離れていない。ありがとうございます。